ベオボズは、セルビアの首都ベオグラードで運行されている、都市近郊鉄道で、トラムに次ぐベオグラードでは重要な大量輸送機関で、ある。ベオボズは、セルビア鉄道により運行され、都心部はトンネルを通りプロコップ駅を経由し、ベオグラード近郊の町と結んでいる。ベオグラードでは1971年以来、鉄道インフラの基本部分の再整備が行われており、 現在のベオボズは1992年より5、路線で設定されている。2009年現在、おおむね45から60分間隔で運行されているが、これを15から20分間隔にする計画がある。欧州復興開発銀行の1億ユーロの融資により輸送改善が策定され1980年以来使用されている。 老朽化したリガ車両製作工場製の412、416、軽電車を置き換えるため2015年に20編成への新型電車の導入を含めた改善が計画されている。2010年9月に既存のベオボズの都心部分であるパンチェバチュキからノビベオグラードの区間で BG、ボスと呼ばれる電車が運行され、2011年にバタイニツァに運行が拡大された。 BG, ボスは月曜日から金曜日かけて15分間隔で運行され週末は1時間間隔で運行される。ベオボズは全長 330km の路線網で、ベオグラード中心部はデディニエとブラチャルの2本の南北のトンネルが横切っている。3本目のトンネルは現在、マキシュ駅に分岐しているのみである。ベオグラードの鉄道設備の再整備で重要な ベオグラード鉄道ジャンクションは、ベオボズしか使われておらず、古くからのベオグラード中央駅には、ベオボズは乗り入れていない。バタイニツァパンチェバチュキと、バタイニツァレスニク、レスニクパンチェバチュキは深さ35メートルの都心の地下トンネルを通っている。未完成のプロコプ駅や1996年に、 開業したベオグラード都心部では最初に完成した地下駅であるブコブスポメニク駅は特徴的である。他に重要な駅はノビベオグラードで現在長距離列車と近郊電車の結節点となる駅で古い鉄道と新しい鉄道が交わるターミナル駅である。ベオグラードでは現在地下鉄が計画されており地下鉄が完成した際には ブコブスポメニク駅とプロコプ駅が地下鉄との乗り換え駅になる予定である。また、ベオグラード空港を延伸する構想もある。ありがとうございます。